大会全体を評価して総括していきたいというふうに思うんですけれども、何人かの選手が日本はもっと攻撃の形を持つべきだ、守備的ないい守備からいい攻撃はできたと、じゃあここから4年はいい攻撃を自分たち作り上げようというのを望んでる選手が一部、2年契約であったとしても森保監督は続けるべきでしょうか。僕は変えるべきだとは思うんですが、次はまあ外国人監督の方がいいんじゃないかなというのはちょっと思っていまして、選手たちは失礼ですけど、ちょっと日本選手って文句は多いと思うんですよ。ある程度聞き流すところも持ちながら、それをうまくエンターテインメントとして昇華させていくっていうのが日本サッカーの日本代表としての今後盛り上がる要因じゃないかなとは思うんですけども、日本の選手の強化も必要なので、個人的にはまず強化部長のあたりから改革が進まなきゃいけないなと思っていて、本当強化部ほど派閥を感じるとこはないので、あの古い日本企業みたいな癒着とか派閥とかいろんなものがそのまま残っちゃってるんで、ここからぜひもう大会全体を評価して総括していきたいというふうに思うんですけれども、まあ、あのクロアチア戦にも全て現れてますけども、今回のグループリーグとクロアチア戦全部見た上で、まあ、木崎さんもう何回も出ていただいたんで、その度いろんな課題であるとかっていうのは指摘いただきましたけど、改めて総括するとどういうふうになりますか。まあ、一つ森保監督の功績っていうのは、奇策を準備して実行して成功させたことだと思うんですね。それがまずワールドカップっていうのは、奇策っていうのはやっぱかなり有効だってことは示してくれたと思います。でもう一つは先ほど言った戦術運用の部分で、5人交代できるということはチームの戦術をガラリと変えるっていう手段にも使えるということで、現代サッカーの新しい潮流として1試合の中で別のチームかのようにドラスティックに戦術を変えるっていう可能性を示してくれた。でこれは前回言ったフットサルからおそらく着想を得ていて、ただが2つ目のポイントっていうのは、戦術運用の新たな形を示してくれた。これはすごい素晴らしかったと思います。もちろん日本に限って言うと、ワールドカップ優勝国にワールドカップで勝ったことはなかったことを2度も今回実現したということで、ものすごく歴史のある国を初めて倒したっていう、初めて押したっていうことも非常に功績として大きかったと思います。で、至らなかった点というか、今後のじゃあワールドカップ日本の強化にフィードバックできることは何かといえば、やはりいい守備からいい攻撃っていうことを突き詰めてきたけども、本当に短期の取り組みで そこしかできなかったので、やっぱ4年っていう歳月をかけて自分たちの攻撃の形っていうのを築き上げなければいけない。これは堂安選手も言ってたんですけど、今日で引き合い、堂安選手が引き合いに出したのは2010年ワールドカップの後に、まあ、2010年も非常に守備的な戦い方をして、なんとか決勝トーナメントに行って、もう本当日本が熱狂に包まれましたけど、その一方で選手たちが、次はこのやり方じゃなくて、もう一歩前に進んで理想を追い求めようということで、本田選手を中心にやっていったわけですけども、で、その話にも今回、食事の席で堂安選手たちもなったそうで、だからもしかしたら2010から2014の歩みと今回も同じように、守備的ないい守備からいい攻撃はできたと。じゃあここから4年はいい攻撃を自分たち作り上げようというのを望んでる選手が一部いるので、それは今日の取材の印象では堂安選手、森田選手、まあおそらくまあ鎌田選手とか南野選手も似たとこに考えはあるんじゃないかなと思うんですけども、まあ久保選手とかもそうですかね。だそういう上手い選手を生かすっていうのを今後4年間、まあ、4年とも言わず2年間とか、とにかくそういうのが次のチャレンジになると思います。ただこれは全員の選手じゃないでしょうから、あとファンの、じゃあ、心理的にも、2010から2014盛り上がったけど、2014ワールドカップで結果が悪かったじゃないかっていう、悪いイメージとか思い出もあるので、そこはまあ次の代表監督、森保さんが続けるのか誰なのかわかんないですけども、選手たちとの希望との、なんて言うんだろう、どこまで組んで、どういうふうなことをやるかっていうのは、一つ、まあ、面白いポイントではありますよね。うん、木崎さんとして、まあ、今回、森保監督に続投オファーが出ているみたいなニュースも出てましたけども、このまま2年契約であったとしても、森保監督は続けるべきでしょうか、次を他の監督にすべきでしょうか、木崎さん、どう思われますか。僕は変えるべきだとは思うんですが、ただいろんな考え方がありますよね。そのアジアカップまでに、
続投していただいて、そこを有志の美とするのか、そこで優勝っていうのを最後のプロジェクトにするのかとか、いろんな、まあ、4年間じゃなくて、ある程度期間を刻んで、パリ五輪までお願いしますっていうやり方もあるでしょうし、個人的には、あと、先ほど言った選手たちの一部の選手から攻撃的なサッカーという要望が出てるので、それに合った監督っていうのが一番、この日本サッカーの盛り上がりをさらに高める上でもいい手だと思うんですが、現実的にその全員じゃないだろうなって想像すると、そこは日本サッカー協会の非常に判断が問われますよね。僕はもちろん抗議サッカーがもともと推奨派なので、堂安選手とか森田選手が言ってることはもう 100% 同意なんですけども、どうですかね、そこはちょっとどっちに行くんだろうだから僕はもちろんその堂安選手とかの考えを支持しますね。うん、あともうワールドカップ前のインタビューでもおっしゃってましたけど、やっぱり外国人監督にもう一回戻すべきなんではないかっていう議論もありますけど、特に攻撃の型を作るっていう意味でそれができる日本人監督がいるのかっていう議論もありますけど、そこはどう思われますか。うん、難しいですね、まあ、ここ次はまあ外国人監督の方がいいんじゃないかなというのはちょっと思っていまして、なんでかっていうと、やっぱ選手たちは失礼ですけど、ちょっとやっぱ日本選手って文句は多いと思うんですよ。それは風間彌弘さんがある時言ってたのは、日本の選手はみんなが監督かのように振る舞う傾向があると、性質が。ヨーロッパはお前はこれを役目だってタスクを渡されて、それに徹底してやるのがヨーロッパのサッカーだけども、日本はついついみんなが監督視点になって全体像を把握したがって全体を語り出すと、それが一番危険なんだと。会社でもないですかね、みんなが社長かのように大きなビジョンを持ってここはこうした方がいいとか。これは日本の傾向で、うん、日本軍とかにも多分そういうのがあったとは思うんですけども、うん、それがサッカーでもやっぱりあって、選手たちの能力が上がってるからこそ選手から文句が出やすい。そういうのが次の監督っていうのは結構森保さんの反動で4年間持たない可能性もあると思うんですね、うん、要するにステイシーになるというか、非常に実験的な立場に置かれるので、だから4年というふうに 重く考えずに、本当にもう次の監督に怒られるかもしれないですけど、次の監督はもしかしたら短命に終わるかもなと思うんですけども、それだからこそというか、まあ、新しく実験的に面白い監督を連れてくるのがいいんじゃないかなと、外国から連れてくるのがいいんじゃないかなと僕は個人的に考えてるんですけども、うん、例えば一部噂ではポステコグルー監督、今スコットランド代表やってて、もともとオーストラリアとかマリノスを監督してたっていう方も出てますけど、ああいう監督は例えばですけどどう思われます？ポステコグルー監督はもちろんいいですよね、来てくれればいいんですけど、やっぱプレミアリーグを次のステップに狙ってるそうで、まあ日本に戻ってくることはないだろうということですね、まあ、日本サッカー協会としては第一希望ぐらいだったそうなんですけども、だからそういうビッグネームは正直難しいと思うんで、ここは新進気鋭の若手の監督っていうのが、まあ、誰とは名前はちょっと思いつかないですけども、ドイツやその北欧だったりとかオランダの若手監督で、おそらく選手は文句言うと思うんですけども、まあ、それも織り込み済みの招聘招集っていうのはあってもいいんじゃないかなと。とにかく誰がやっても絶対文句が出てくると思うんで、ただそれをポジティブな文句となんかネガティブな文句というか、ある程度聞き流すところも持ちながら、それをうまくエンターテインメントとして昇華させていくっていうのが日本サッカーの日本代表としての今後盛り上がる要因じゃないかなとは思うんですけども、まあ、本田選手とかは、まあ、まさにそういう立場で結構平気でチームのやり方に口を出してたわけですけども、まあ、それは一つその強くなるっていう意味ではもしかしたらノイズになるかもしれないんですが、日本の性質だと考えるとエンターテインメントに利用した方がいいとは思いますね。だから当事者意識があるからこそいろいろ言っちゃうんでしょうね。いや、まさにそうだと思います。まあ、ある意味だから、うん、まあ、真面目というか当事者意識があるので、そこは良かれと思ってみんな口を出すんですよね。良かれと思ってみんな全体のことを考えるんですけども、監督からすると余計だったりもするというか、逆に見えてなかったりもするところがあるでしょうし、そういうでも傾向を分かりつつ全体をオーガナイズしていくっていうのが日本サッカー協会が持つべきだし、だ監督はだから大変、本当に大変な立場だと思うんですけども、うん、なんとかそれをうまく、まあ、メディアの立場から言うと本当エンターテインメントにしてほしいんですけどね。
そこ外国人監督ならその細かい文句とかも耳にあんまり入ってこないでしょうから、ちょうどいいのかもしれませんね。そうですね、日本人の方がどうしても陰口みたいになっちゃうところもあるでしょうから、そうですね、外国人の方がさっぱりしてるところはあるかもしれないですね。歴代の日本の監督、代表監督の中でちょっとイメージに近い人っていますか？まあ、攻撃サッカーでもジーコーがいたりとか、まあ、フラット3のトルシエがいたりとか、いろんな方いましたけど、まあ、一番今来てほしいのはオシムさんみたいなタイプですよね。選手がやっぱ難しい、うん、賢い、選手が賢い、上を向上心がある、当事者意識もあるってなると、ちょっと煙に巻くような、あの謎めいた人の方がそういう選手を丸め込めるというか、あの 謎かけをして導くようなタイプの方がいいと思うんで、まあ、なかなかいないですけども、オシムさんみたいなタイプ、まあ、もしくはザックさんみたいな、ヨーロッパのクラブである程度実績があってノウハウがある人、だポルトガル人の無名だけどというような、あの監督でもいいと思いますし、決して名前で取るんじゃなくて理論で取った方が今の選手には受ける気がしますね。何かを学びたいと思っている選手が多いので、代表に来るたびにこういう学びがあるんだっていう思えるうちはチームが壊れないというか持つと思うん で、先ほど言ったように、もうチームが崩壊することのリスクも多少織り込みながらの日本代表のビジョン、その設計運営っていうのをしていけばいいんじゃないかなとは思うんですけど。それでは木崎さんは、あのバイエルンを率いているナーゲルスマンの方も書いてますけれども、今やドイツはもう若い人も若手も含めてもう監督大国になってますけれども、そういうドイツの若手みたいなところって一つ狙い目でしょうかね。そうですね、まあ、そういう監督はなかなか日本に来てくれないっていう、あのなんていうかハンデもあるので簡単じゃないとは思うんですね。もう取り合いですから、若いドイツ人監督はドイツ国内でも取り合いなので、日本に来てくれるかっていうのは難しいんですけども、強化拠点を今デュッセルドルフに作ってるので、そこで日本代表を強化する、でドイツ人監督を置くっていうのがあの計画であったので、そうしたら呼びやすいかもしれないですね。ドイツに住みながらやってもらえるということで、ただドイツに日本が勝ったのでドイツサッカー大したことないじゃないかって、やっぱりそういう印象もあるでしょうから、まあ、そういうプランをじゃあやるかどうかってとこはあるんじゃないですかね。だから人材を探すとしたらやっぱオランダとか北欧とか、そのそちらの方にもしかしたらチャンスがある気がしますけどね。あと他のポイントなんですけど、まさに今おっしゃったことと絡みますけど、そのデュッセルドルフに拠点を置くであるとか、ほとんどが今海外組になっていることを考えると、まさに拠点をもう欧州において強化試合も欧州とばっかりやるっていうのも一つの手だと思うんですけど、そこはどう思われますか？そうですね、ネーションズリーグがあるので簡単ではないんですけど、欧州を拠点にすることによって練習試合ももしかしたら組めるかもしれないし、なので個人的にはもう大賛成なんですけども、日本代表としての収入を得るっていうスポンサー活動を考えると、日本の試合っていうのはもう欠かせないですから、そこは難しいですよね。海外でのまあ、今はその海外で試合することによってむしろ視聴率が取れるのであれば、そういうことによってスポンサーも喜ぶっていう構図が作れれば、スポンサーも聞いてくれると思うんですけども、そこは悩ましいところですよね。本当はもうドイツのデュッセルドルフ拠点の方がいいですよね。でも興行のことを考えると日本じゃないとダメなんで、うまい落としどころをね考え出してほしいですけども。ああそうですね、確かにそういうのが、今回もアベマが全部ワールドカップ中継しましたけども、そういう新しいメディアのあり方なんかと融合していって、スポンサーなんかもついていくと、なんか可能性生まれそうですね。そうですね、だからそこはスポンサーの理解もあると非常に日本も助かりますし、とはいえ子供がやっぱり生で見たいっていう危険もあるでしょうから、バランスとして、ただ今までの興行の仕方と変えていくっていうのは、バーチャルスタジアムとかね、そういう取り組みも増えてくるでしょうから、バーチャルヨーロッパで試合するけどバーチャルスタジアム日本でやって、あたかもそこで見てるかのようなのを、例えばあの技術的にできるようになれば解決できるかもしれないですし、何か新しいやり方が出るといいですよね。うん、前々から海外組の選手にとって、この代表の試合のたびに日本に帰ってくる、アジアに帰ってくるっていう身体的な負担が非常に大きいっていう話もありますけど、それを軽減してクラブチームでより実績を出すためにも、やはり欧州で拠点にしたり欧州の試合を増やすっていうのはメリットは大きいんでしょうかね。そうですね、移動を減らせるのでそこは本当に大きいと思いますね。その一方でやっぱり日本の選手の強化も必要なので、
よくあの A 代表はあるし、チーム 何々っていう、例えばチーム2026とかそういう名前にして、日本代表なんだけど J リーグ勢だけで代表を作って別に活動するっていうのも一つ手だし、何かヨーロッパ組と国内組であの分けて活動する時期があってもいいんでしょうし、何かあまりそこは形にこだわらず両方強化していくってことをやれればいいんじゃないかなとは思いますけども。うん、今回のきっかけにやっぱり J リーグを盛り上げなきゃっていうような声もありますし、そういう J リーグを盛り上げる、かつもう一つ、まあ、今育成って話もありましたけれども、例えば三笘選手と田中選手が同じ、まあ、鷺沼 FC をあの出身だったりとか、そういう国内強化っていう意味では何が今後重要になると考えてますか？本当に日本の選手のレベルがものすごい上がってると思うんですね。もう標準が上がってるんで、ポッとヨーロッパに行くと活躍できるポテンシャルがある選手が、まあ、ゴロゴロしてるというか、本当きっかけ次第でどうにでも変化する。ただそれはやっぱ同じ環境にいるからそれが目立たないし、成長しないということで、まあ本当に競争は増さなきゃいけないと思うんですけども、これはもう本当に答えっていうのは簡単じゃないんですけども、個人的にはまず強化部長のあたりから改革が進まなきゃいけないなと思っていて、やっぱ監督選ぶのが強化部長、うん、スポーツダイレクターなんで、そこが面白いビジョンがないとチームも面白くならないので、そこに大胆なまず起用を社長が、うちのスポーツダイレクターはこういう若手で行くとか、うん、こういう外国人で行くっていうのもありかもしれないし、うん、今は結構強化部長って各クラブで循環してるというか、部署移動みたいにクラブ間を移ったりとか、あんまり人材が出てきてないんですよ。あと親会社からの出向だったりとか、まあ、その辺の、うん、監督を指名する側がもうちょっと活性化しないと、まあ代理の人とかに聞くと、英語を喋れるそういう強化部の人が本当少ないと、ドメスティックにやりすぎてるんで、国際的なそういう人が増えてほしい。で、浦和の西野さんっていう方がリバプールでも留学してた方がやってたんですけども、ちょっと派閥争いで敗れちゃって、そういうせっかくいい人材がいても日本的な派閥争いで敗れると力を発揮しないですし、何か本当強化部ほど派閥を感じるとこはないので、何かそういう、まあ、隠されてるというか、ピッチの上は結構報道される、監督も報道されるけど、強化部っていうのは報道されないんですよ、表に出てこない。それゆえに、なんか古い日本企業みたいな癒着とか派閥とかいろんなものがそのまま残っちゃってるんで、そこはまあ僕もメディアの一人として積極的に何かメスを入れたいなとは思ってはいるんですけども。経営とか強化部長とかそういうところもプロ化というか、いい意味でのグローバル化が必要ってことですね。そうですね、そこに競争原理というか、いい人がそこに指名されて、ダメだったら一回そこをそこから退いて他の人にするみたいな、まあ、ある意味ちょっとドライな 人材登用が必要だと思いますね。監督はまだ晒されるようになってプロ監督ですけども、プロ強化部長っていう人は少ないので、まあ、そういうところじゃないですかね。その意味では今回クリスチャーノ・ロナウドがマンチェスター・ユナイテッドのことを痛烈批判して、やはりグラウンドの整備がなってないとか、そのフロント部門も全然進化してないみたいな話をしてましたけど、まあ、ああいう議論も必要なんでしょうね、きっと。そうですね、選手は声を上げる。もちろんマンチェスター・ユナイテッドの強化部なんて日本から比べたら ものすごく充実してるとは思うんですけども、選手が強化部を批判することがタブーじゃなくて、言いたいことはちゃんと言えるような環境になっていくといいと思うんですけども、だから再三僕が言ってる、日本にスポーツの週刊文春が必要だって言ってるのはそういうところで、もっと大胆な発言が増えてくると面白いなと思うんですけどね。今回も木田崎さんに何回もこの収録出ていただいて、すごい多くの方に見ていただけてすごく嬉しかったんですけども、このサッカーの評論、メディアの世界がどう変わるべきかっていうのはありますか？なんか今回やっぱりこの感動ありがとうっていう、私ももう むちゃくちゃ楽しみましたし、もう日本の選手、そして監督すごくもう尊敬してますし、けど一方でより良くなるための議論みたいなものも必要かなと思うんですけど、そのあたりとメディアの課題どう思われますか？もう本当に前もピボット出た時に言わせていただいた、もっと下世話になった方がいいっていうのは本当に僕の一貫した意見で下世話の方ですか？はい、今回選手たちも本当にメディアの報道に怒ってたみたいで、その食事の時とかに、まあ、ある意味みんなでそれについて、なんて言うんだろう、話をしたというか、なんかネタでですかね、話のネタになってたそうなんですけども、
だ結構ミックスゾーンでそういうメディア批判の発言が多かったんですよ。多かったのが一部の選手が言っていて、なので納得してないとは思うんですが、でもそういうもんだと思うんですよね。もう選手とメディアっていうのは片方で握手しながら片方で殴り合うというか、まあ、そういう非常に嫌な存在がメディアだと僕は思っているので、まあ、そういうメディアが増えることによって、まあ、あのサッカー界が盛り上がる、まあ、ワイドショーが必要だっていうことだと思うんですけども、日本のメディア、まあ、優しいというか、例えば今日も最後森保監督の囲み取材が終わったらみんなで記念撮影しようと言って外に出て記念撮影していたんですが、まあ、僕は行かなかったですけども、そのなんていうか、あんまりそういうのはヨーロッパではやらない感じで、友達ではない、ではないというか、あの敵でもあり味方でもあるというか、その辺の厳しさだったり、まあ、共闘するって気持ちはもちろん分かるんですけども、何かあの優しすぎるっていうのは感じてるんで、下世話なアイドショーとか容赦ないじゃないですか、本当にひどいなと思うんですけども、でもサッカーっていう全体を考えると結局それがプラスになってるってのは僕はドイツに住んでる時に見たので、あのもっと下世話に、で評論っていうのは意外にヨーロッパサッカーなんて真面目な戦術の話なんてしてないですから。あ、そうなんですか。意外としないんです、ね、ゼロで全然しないです。もうゼロでもいいぐらい、戦術の話なんてゼロでもいいから、選手のパーソナリティだったり、その選手の過激な発言だったりがサッカーを盛り上げると思うんで、下世話な方っていうふうに思ってはいるんですけど、もちろん理論的な方は個人的には好きですけど、全然それはマスを捉えられないなっていうのはドイツでは見てたので、あまりサッカーメディアは今そっちにちょっと行っちゃってるんですけども、はい、それはまあやりつつも、やっぱりあの下世話な方向は大事かなとは思ってますね。あ、フットボリスタのような本当深い戦術分析とかああいうのもありつつ、週刊文春的なものもありつつ、両極があって言論空間を豊かにしていくべきだってことですね。そうですね、両軸があると日本サッカーは強くなっていくと思います。でも最後なんですけども、これ木崎さん、今回のワールドカップ日本代表総括して100点満点で何点でしょうか。またこれ何点とかのパーセントって最後までこれでいきたいなと思うんですけど、僕はグループステージ突破できたら100点だと思っていたので、はい、100点ですね。おお、100点ですか。それはベスト8という壁をあの行けなくても、ベスト8まで行けなかったとしても、はい、僕はもうベスト8って目標は言うべきじゃないなっていうぐらい思ってたぐらい厳しいグループだったので、もうグループステージを突破できたらそれはもう合格だと思っていましたから、100点じゃないかなと思います。うん、わかりました。そうですよね、そっか、だからこそ厳しかったわけですもんね。僕が厳しかった理由はまず、うん、あのチームがうまくいってないっていうのを選手から聞いてたわけですよ、うん、それが一つ理由ですね、うんうん、まあ、今だからここまではっきり言えますけども、うん、要するにうまくいってないことを聞いていたので、はい、何かアクションを起こさなきゃいけないっていう一つの、厳しい、まあ、なんか暴露とか言われましたけども、やっぱそれは必要なことだったなと思いますし、うん、結果的にそのチーム作りが9月から加速してうまくいったことによって問題が解決されたっていうのは、あの一つ個人的には嬉しかったことですし、まあ、それでもまさかこんなドイツとかに勝てるとは思わなかったですけども、うん、うまくいったとしてもドイツといい勝負かなと思ったのは、本当に先制されても勝ったっていうのは驚きでしたし、なのでまあ100点っていう数字は自分の予想の甘さも含めての100点ではありますね。わかりました。木崎さん、これからもぜひあの木崎法というか、どんどん面白い議論を展開して欲しいなと思います。木崎さん、これからどういう活動をされるんですか。まあ、今大会は準決勝までいるんですけども、うん、今後の活動ってことですよね、はい、あんま正直言うと僕日本代表そんなにもう追ってなかったんですよ、うんうん、なのにこういうふうにある意味引っ張り出されたところがあって、それは多分インサイダー情報とかの関係もあるとは思うんですけども、ちょっと今後こういうそのなんて言うんだろう、日本代表の内情をどんどん出していくってことは多分期待されてるところはあるとは思うんですけども、まあ、それを続けられるかっていうのはちょっと情報なかなか大変なところもあるんで、もう一回ちょっと今回ワールドカップを戦った上見た上で考えたいなとは思ってますね。だからこれからも、まあ、カンボジアのスタッフでもあるんでね、カンボジア代表とかも関わってるんで、うんうん、なかなか何をするかってちょっと考えないといけないですね。ありました。今後も一人文春としての活躍を期待しております。またぜひ定期的にサッカーの話題もカバーさせてもらえればと思います。木崎さん、ワールドカップ期間中本当にありがとうございました。ありがとうございました。